毎度、今週も1週間お疲れ様でございました。ね、今日は花金やむね。今、花金っていう言い方するかどうか知らんけど、今日はということで、ちょっといい酒を飲みたいと思います。ラフロイグ、エイジド10イヤース。アイラウイスキーのね、ちょっと癖のあるタイプのウイスキーみたいですけど、まあ美味しいということなんでね。これリカマンで買ったんですけどね、43%と40%だって。これはね、並行輸入品でね、40%の方かな。日本仕様ではないっていう感じかな。日本の正規品は43%なんで、まあ、日本人に向けたように作ってあるみたいですね。いやで、まあまあ言ってみれば、これがイギリスの、売ってる、まあ、スタンダードなラフロイグなんかなというふうに思いますけど、違ってたらすみません。まあ俺の解釈はそんな感じなんですけど。いやでね、いろんなこと言ってる人いましたけど、意外とね、これの方がいいっていう人もね、これの方が若干安いみたいですね。あんまりよろしませんね。ああ、確かにね。アードベックとか、ハミルトン系の、匂いですね。で、まあ、これが好きな人は、まあ、アードベック派と、ラグロイル派と、ラフロイグ派と、いるのかはわかりませんけどね。アイラウイスキー、今日は氷も買った氷で、炭酸水も長浜蒸留所のやつ切れたので、ウィルキンソンで入れてます。いただきます。この何とも言えん、喉乾いた時に、ジュース飲むよりも、麦茶とか飲みたいっていう。いやで、まあ、甘いウイスキー飲むよりも、こういうちょっと、なんて言うんかな、辛いとも違うし、なんとも言えれん、その味のあるというかね、そういうウイスキーが、まあ料理によってもそうやろうし、欲しいなっていう気持ちはね、わかりますね。そうや、ちょっとこれも言っとこうか、せっかくやでね。まあ同じ 30cc ずつ入れてますけどね、これはね、46%やでね、アルコール度がきついんで、こっちは40なんでね、6%違うとだいぶ感じ方もね、同じ46同士で比べればいいですけど、そういうわけにいかないんでね。さっきラフロイグを飲んだ後にアドベックをいただきます。
まあ似た感じやね、うん、まあそれぞれに良さがあるっていうか、まあアードベックはアードベックしかない感じがあるし、ラフロイグにはラフロイグ、ラフなんていうの、ラフロイグっていうの、ラフロイグでいいんかな、うん、うん、どっちも美味しいかな、うん、あの癖のないね、あの本当に飲みやすい、あのリッチブレンドとかね、ああいうのも美味しいと思いますけどね。やっぱこういうウイスキーも、あの癖があるから逆に変な癖を感じないっていうかね、あのちょっと俺ウイスキーの中でもこれ何の感じかわからないですけど、ああこの感じ苦手やなっていう感じに感じる、あの時があるんですけど、まあ大概どんなウイスキーでも多少はその感覚が俺の中にあるんですけど、まあそれが多いか少ないかっていうので、俺は美味しい、自分に合うかどうかっていうのは判断しますけど、この2つはね全くそれを感じないですね、うん。いやでもこういうもんと思って飲む分にはもうこの味を知ってるので美味しいというかハマってしまいました。では